石神井公園駅をご通行中の皆様、私は今回の衆院選東京9区で立候補している菅原一秀氏の落選運動を行っている弁護士の郷原です。昨日は東京7区、渋谷区港区の丸川珠代、ご存知のように私が裏金議員の中で最も悪質とというふうに判断している候補者の落選運動、それとこの東京9区菅原一秀氏の落選運動を行っています。香典枕花です。有権者宅、個人宅にまとまったお金を持っていった、これが違反事実なんです。つい数日前にあのリハックのネット討論会がありましたね。菅原氏があの対立候補の山岸氏からですね、政治改革のことを言うんだったら自分の違反のことを正しく説明する必要があるんじゃないかと言われて、菅原氏はその香典を、そして枕花を有権者に届けたりする行為、それを秘書にやらせるというのは公選法違反だということはもちろん分かってたはずです。そういう行為を自分が犯しておきながら有権者の間でさまざまな場で、あれは秘書が週刊文春の記者とつるんで自分をはめたんだということを言って回ってたと。その悪人が菅原和秀です。時々ダンスを踊るやつです。山岸さん、菅原を倒してください。お願いします、山岸さん。